背伸びしとこうかな。はい、ということでコードベイン、試遊が終わりましてお話を伺いたいなと思います。結構難しいですね。そうですね、難易度は結構高めに設定してはいるんですけれども、はい、結構ですね、バディの存在が結構心強く感じたんじゃないかなと思います。あ、そうですね、はい、死んだ後回復してくれたりとか、はい、敵引きつけて攻撃してくれたりとかで、はい、そうですね、本作はバディ、はい、NPC キャラクターですねと一緒に探索ができるというのが、まあ、大きな特徴になってまして、で彼らはまあ戦闘中にいろいろサポートしてくれるんですけど、まあ、先ほどおっしゃったその、はい、ジャストヒールといいますか、はい、力尽きた時にあれはまあ回復というよりはヒットポイントを自分の分け与えている行為なんですけど、体力を分けてくれると、はい、でそれによってまあ一度倒れてもその後また持ち返してというところで、まあ、緊張感を持ちつつも、はい、手厚いサポートを受けながら、まあ、敵の様子とかなぜ自分が倒れてしまったかとかそういったところをしっかり観察できるようになっているので、リトライですね、次に挑戦するときに、はい、ああ負けたからこうしようっていうような、はい、そういったこう戦略性を練るそういった余裕が実はバディの存在によって生まれたりするんですね。なるほど。なので、まあ、それ以外にもさまざまなサポートをバディしてくれますので、ちょっとまあ難易度は高いかもしれませんが、ちょっと心をこう強く持って強く持って、はい、進んでもらえたら嬉しいなと思います。わ、じゃあ基本はやっぱリトライしながら覚えて進んでいくみたいな形のゲームですか？そうですね、やはり一度初見でまあご利用ししようとしても難しい設計になっているので、はいはい、しっかり敵の配置であったり敵の特徴というものを捉えた上で、はい、まあ、一体一体確実に倒していく、でボス戦においてもやはり敵の特徴をちゃんと見て、はい、どこが回復するためのタイミングか、はい、どこで自分を強化するか、そういうことを考えながらプレイしていくのが大事になります。死ぬとやっぱりデメリットみたいのがある感じですか？そうですね、そこまで蓄積しているそのヘイズと呼ばれる、はい、まあ、いわゆる経験値のようなものがあるんですが、はい、それをですね、全てその場に落としてリトライという形になってしまいます。でそれを取り戻さないとその間に得た経験値は失われてしまう。でまたまだお話できてないですけど、まあ、コードベイン特有のそういった経験値に関するシステムっていうのも別途用意してあります。あ、はい、なるほど、それはおいおいみたいな感じ。そうですね、はい、ユーザーさんの心をちょっとフォローするような、はい、そうですね、そういった部分は用意していますので、はい、続報ご期待ください、はい、ゴッドイーターみたいな形でやっぱ世界観とかキャラクターがやっぱすごい惹かれるなっていうのはやっぱ印象的だったんですけども、はい、でライトゲーマーの方やっぱちょっと詰まりやすいと言いますか。はいはいはい、もちろんハードルの高い、はい、難易度の高いコンテンツであるんですけど、はい、まあ、まず RPG って目打っている、はい、部分でパラメーター事故のパラメーターをどんどん強化できるようになってるんですね、はい、でその強化が非常にその実感を感じやすい形で事故を強化していくことができますので、はい、そういう意味ではアクションスキルが苦手な方に関しては、まあ、しっかり育てていただくことで、はい、その苦難を乗り越えていけるような、そういう設計にはなってます。なるほど、レベルアップして強くなっていけば結構実感が、そうですね、はい、で意識的にそこはその成長させることですぐに実感を得られるような段階を階段での設計をしていますので、そこはちょっとご安心いただいてもいいのかなと思います。よかったです、コツコツやれば僕みたいにちょっとヘタッピな形でも結構いける。そうですね、先ほど言ったその戦術性とそれとその自己強化っていうのをうまく組み合わせていただくことできっちり乗り越えていただけるように設計を考えています。先ほどの難易度のところにも関係してくるんですけど、今回私有だと8個連結が使いだと思いますけど、はい、先ほど成長要素と絡めてですね、成長していくと新しい連結を覚えていきますので、これも結構戦術の幅の一つになってきます、はい、でやっぱり攻略においてはこの連結、まあ、いろいろな効果ありますので、はい、ありますね、これをうまく使っていただくとより効率的にというか、はい、まあ、どんどん進めるようにはなりますので、ここは意識していただくといいかなと。そこも使い、まあ、いろいろ使い分けたりしてうまくいけば、はい、敵に攻撃するとどんどん血がストックされていきますので、はい、まあ、上限まで溜まってしまうとそれ以上ストックされないので、もうどんどん使った方がお得なシステムですので、なるほど、まあ、もうどんどん攻撃力を強化したり防御を強化したり離れた敵を前遠距離で撃ったりとか、はい、そういうのはどんどんやっていただいた方がいいかな。なるほど。武器とか吸血する時の攻撃方法ですか、はい、あれも結構種類がありますか？そうですね、あれも本作の特徴にはなるんですけども、はい、今回吸血鬼というところで、はい、武器、まあ、吸血画装という特殊な装備を用いた吸血方法
が、まあ、今回の吸血鬼の、特徴にもなっています、はい、あちらもですね吸血画像もですね、まあ、装備で切り替えることができますので、はい、まあ、切り替えることによってまた、独特な、アクション、まあ、それぞれの特徴を持ったアクションになってきますので、そちらもですね、まあ、プレイヤーさんのカスタマイズ要素、あ、まあ、プレイヤーさんの好みに合わせて使っていただいたりとか、はい、あとはボスとか、はい、攻略するダンジョンの特性に合わせて切り替えていくっていったところも、重要になってきます。なるほど。宝箱とかボスから落としたものを拾って強くなっていくみたいな形ですか。探索の中で宝箱や敵から武器を入手して、はい、それを強化していくというのが基本の、あ、強化もできる、はい、システムになります、はいはい、であとは武器ごとにですね、アクションがそれぞれ同じカテゴリーの武器でもアクションがそれぞれ違ったりするので、お、そうなんですか、はい、お好みの一本を見つけていただいてそれをじっくり使い込んでもらうような、そういった遊び方もできます。あ、剣でも動きが変わるみたいな感じですか。そうですね、同じカテゴリーでも一部のアクションが違ったりというのはありますので、じゃあいろんなアクションが楽しめると。そうですね、まあ、アクションに関しては今まさに東京ゲームショウのバージョンで、はい、一度お客さんに触っていただいて、はい、でまたお客さんのご意見いただいてさらにブラッシュアップしていきたいと思ってます。なるほど。まあ、より爽快感とその重みっていうのを両立したような、はい、そういったアクションを実現しようと今、あ、はい、これからも調整を進めていきます。なるほど、はい、調整中と、あ、ちょっとなんか怪しいのが、何か言いたげ、何か言いたいですか。誰ですか。何しに来たんですか。あ、水道掃除ですか。もうなんかみんないっぱい語っちゃったみたいなんで僕から言うことは特にないんですけど、もう3日目から4日目、はい、皆さんぜひチャレンジしに来てください。以上、ありがとうございました。それだけですか。滑ったね、俺ね。滑らされてきましたけど、もうメディアの方々からもすごく反応がグッとこう手応えがあるんで、はい、もうここからはでもやっぱり実際にユーザーさんの意見ですよね。とっても僕らはドキドキして心が折れないように。僕らの心折れちゃダメですよ。折れないように頑張りますが。ね、いろいろ皆さんの意見がね、よりよくこの作品をしてくれると思いますんで、ぜひ一緒に楽しんでほしいと思ってますよ。一般日、はい、23、24日はこの CU スペースに私であったりとか開発スタッフがアンケートを取らせていただこうと思ってまして、アンケート、もしよろしければご協力いただければと思います。ぜひぜひ、はい、まあ、なかなか歯応えのある感じの、まあ、じっくり楽しむタイプの形ですよ ね探索型ということで、はい、ということでコードベインでした。皆様ありがとうございました。ありがとうございました。